それなんや、宮前イラクサじゃない、アイコね、痛いからちょっと痛い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 なるから葉っぱばったね、軍手しないから、もう手に置いて、はい、アイコ宮前イラクサ、ウルイがね、もうでかくなりすぎだよね、ウルイ取りに来たけどちょっと手遅れだったね、あの相当上にウドがある、あれか、あれほらわかる、うん、あれウドやわ、無理じゃん行こうと思いけっけど、あれ絶対ウドやの、もういいウルイあったわ、みんな開いてるけど、それだけね、バンバンやね、北の方から白っぽいとこから行く、おーおー、うまそう、牧場、おお、立派なウルイやね、これいいよね、そ白いとこめっちゃうまいから、ナイス、行こう行こう、奇跡的だみんなみんなあと開いとっしね、カモシカに食われたやつも多いし、おお、白いとこが多くて美味しそうなウルイだ、それもいいよ、でもあんま白ないな、なるべく下の方から、でもいいよ、いいサイズだよ、みんな開いちゃってるもんね、もうみんな開いちゃってるから、落ちるなよ、歯がない、あ、見せなかった、じゃナイフだな、山菜ナイフ、ないかな、はい、宮間イラクサ、ごめん、注意、でかいな、でかいのやめよ、お、立派な腕やね、柔らかいなら食えるよね、それぐらい、それぐらいでも完全に酢味噌だな、もう柔らかい柔らかい、うん、細いのやめよう、はい、こあんま下がんじゃなくてもいいよ、硬いだろこれ、はい、これは美味しそう、あ、上場味噌、食べ頃サイズ、手間では水っていうね、正式名称上場味噌、この茎のとこね、葉っぱは食べずして茎のとこ食べるんですね、ちょっと皮剥くのがめんどくさいけどね、粘りのあって美味しい山菜、赤水だね、茎が赤くて美味しいやつ若干細いから極上とは言えないけど、少し厚だからなっちゃんも好きだし、ね、なっちゃん もう大好きな山菜下処理大変だからね、あんま山ほど通ってもね、みんなで協力して皮めくり、むくり、めくり、皮めくり、おー、
ようやくすす竹見つけた。今年初の。おお、立派立派。おお、ナイス。いいね。今年初だから。はい、恒例の。恒例の。間違いなくすす竹の方が大きい。いや、これは微妙やな。もう断崖絶壁だからな、若いやつに任せよう。年寄りは無理だ。でもさ、言うてたな、ここは。言うて大したことないか。まあまあまあ、極太ではないけど。あ、こいつちょっと細い。あ、いいんじゃない。古い。まあ、やっぱちょっと細いよな。まあいいよ、さっきのが太すぎた。まあそれも細いけどしょうがない。さっきのが良すぎた。これが普通だから。ちょっと待って。あ、ちょっとちっちゃかった、ごめん。ほい。気をつけてよ。そんな危ないとこからわざわざ。結構あれやろ。いっぱい取ったね。50本ぐらいありそうだね。60ぐらいあるか。よかったよかった。新規開拓大成功やね。やっぱ今年は早いわ、あれがね。そう、細いのもあるけどね。これ太いよね、これ。あ、それよかった。これ最大だ。そう、ね、結構俺の親指ぐらいある。そう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 。あ、やっぱ俺の親指のが太いか。こいつも。あ、でもこっちの方が太いの。うわうわ、いいね。すごい、これ一週間でこんだけでかくなった。ウド30本はあるね。すごい、ウドだらけだ。すごいわ、ウドだらけ。1週間でやっぱすごい成長。わあ、美味しそう。おお、すごいわ。めちゃくちゃウドあるわ。今年これ当たりやな。ここまでは早いもん、大丈夫。少なかったけど。大量発生。おお、いいね、いい。あ、これ太いよ。下の方から行こう。あ、音がいいよ、音が。おお、あ、これはいいわ。完璧な。やばいわ、全部ウドだもん。はい、超食べ頃。いいね、完璧。取りすぎ。20本ぐらい取れたね。まだまだ取れるとやめとこう。すごい立派な葉わさび。すごっ。うわー、これは天ぷらにいいな。天ぷら分だけ取っていこうかな。
立派、きれい。これは株でかそうなね、持ってるな、このわさびは。取らないですけど、一人一枚だけ。でこう